球団経営。2020年新型コロナウイルスが感染拡大し、プロ野球はシーズン短縮、無観客試合、入場制限を余儀なくされ、各球団とも大幅に売り上げが下がりました。今後球団経営が厳しくなれば、年俸査定にも悪影響が出て補強もできなくなります。最悪の場合、身売りということも。そこで一つの疑問が生じました。コロナによって球団経営はどうなったのか。というわけで今回の動画は、財務諸表から見たコロナ禍における球団経営を考察したいと思います。野球中継を見るような感覚でご覧ください。ではどうぞ。プロ野球ビジネスモデル。まず財政状態の考察に入る前に、プロ野球のビジネスモデルについて触れたいと思います。プロ野球球団の主な収益源は以下の通りです。その他収入にはファンクラブ会費、広告料、スポンサー料、放映権料、ライセンス料などが含まれています。これらによって得た収益に選手年俸や球団の維持費などの費用が引かれ、残ったお金が利益となります。プロ野球球団のメイン収益源は観客動員によるチケット収入です。コロナによって入場制限がされる前の2019年観客動員数ランキングを見てみると、1位阪神、2位巨人、3位にソフトバンクとなっています。これら3チームに共通しているのは、本拠地の収容人数が多いことです。各球団本拠地収容人数ランキングを見てみると、阪神の本拠地阪神甲子園球場が1位、巨人の東京ドームが2位、ソフトバンクのペイペイドームが4位となっています。また3チームともこの年 A クラスに入っており、チームが好調だったのも観客動員数が多い一因となりました。しかし翌年2020年はコロナの影響で無観客試合、入場制限が行われ、各球団観客動員数が大幅に減少することになりました。プロ野球の総観客動員数は前年に比べ 80% 減少しています。球場の所有権、また球場の所有権の有無も球団の利益に大きく関わってきます。自前で球場を所有している球団は、球場の改修ができたり、試合がない日は貸し出したり、イベントを開催できたりします。また球場を自由に使える営業権を取得している球団も、賃貸費用は払わないといけませんが、球場改修など自前で持っている球団とほぼ同じことができます。しかし球場を借りている球団は、毎年何十億もの莫大な固定費を払わなければなりませんし、球場の改修ができなかったり、野球以外のイベントで収益を上げることができません。また日本ハムと札幌ドームの関係のように、一定以上の観客が入った場合は、札幌ドーム側に追加料金を支払わなければならなかったり、グッズ収入を吸い上げられたりする場合もあります。日本ハムと札幌ドームの関係についてはいつか取り上げたいと思います。コロナによるダメージ。新型コロナウイルスにより、果たして球団経営にどのような影響があったのでしょうか。そこで今回は、官報データベースに掲載されている各球団の財務諸表、新聞等のメディアで発表された売上や親会社の決算をもとに考察していきます。今回扱う財務諸表は、貸借対照表、バランスシート略して BS、 損益計算書、プロフィットロス略して PL です。BS はその会社の手元にどれほどの資産、借金があるか、 PL はその会社がどれくらい稼いだかを教えてくれます。会社法で定められている大会社に該当する企業は、 BS と PL を必ず開示しなければなりません。また中小企業も原則として BS のみ公開が必須とされています。ただ公開していなくても罰則はありません。プロ野球12球団のうち、ソフトバンクホークスのみ大会社に当たるので、 BS と PL どちらも公開しています。ソフトバンク以外の11球団は中小企業に当たるので、貸借対照表だけ公開義務があります。しかしオリックスは一部が非公表となっており、巨人と中日に至っては一切公開していません。貸借対照表、まず貸借対照表 BS を簡単に説明します。貸借対照表は、左側に資産、右側に負債と純利益が表示され、それぞれが細かく区分されています。この中で今回取り上げる項目は、期間内にどれくらいの利益があるかを示す当期純利益、球団内に貯まったお金を示す利益剰余金、1年以内に現金化できる資産を示す流動資産、1年以内に返済しないといけない負債流動負債、1年以上経たないと現金化できない資産固定資産、ローンなどで1年以上かけて返済しないといけない負債固定負債です。最終的に左の資産、右の負債純利益の数字が同じになるので BS バランスシートと呼ばれています。各球団決算。では今から BS を公開していない巨人、中日と20年度 BS 未発表、親会社の決算短信にも記載がないオリックスを除いた9球団の財政状態を見ていきます。まずセリーグから。阪神は7月13日現在、まだ20年の BS が公開されていないので、親会社の阪急阪神ホールディングスの21年3月期決算短信とタイガースの19年 BS を見ていきます。まず親会社の決算によると、タイガースが含まれるエンターテインメント事業の売上は前年比 43% 減の 318.2 億円で、損失はマイナス22億円の赤字となりました。ただこのエンターテインメント事業には、宝塚歌劇団や六甲山アスレチックパーク、グリーンティアも含まれており、タイガース単体の数字ではありません。タイガースの19年 BS を見ると、当期純利益は 3.8 億円の黒字、
利益剰余金も89億円ありましたが、20年はどちらもマイナスになると考えられます。また親会社の阪急阪神ホールディングスもコロナによる百貨店の休業要請や電鉄の乗車数減少などで経営統合以来初の赤字に転落しています。広島12球団で唯一親会社を持たない広島東洋カープ。中国新聞によると広島収支は46年ぶりに赤字転落。売上は前年比 83.4 億円減の 85.6 億円、9年ぶりに100億円を下回りました。赤字幅は29億円と大きく、利益剰余金を見ると19年87億円あったのが20年は57億円に減っており、赤字分を利益剰余金から補填していることがわかります。 DeNA 20年 BS によると、ベイスターズは昨年度5億円の黒字、利益剰余金は前年比5億円プラスとなりました。しかし DeNA 本体の決算短信でスポーツ事業は約36億円の赤字となっています。 DeNA 木村球団社長はスポーツ事業を大枠でベイスターズの数字と考えてもらっていいと語っています。ベイスターズの BS では5億円の黒字なのに、親会社の決算短信では36億円の赤字。これは一体どういうことなのでしょうか。現在 DeNA が運営するスポーツ企業は4つあります。プロ野球の横浜 DeNA ベイスターズ、B リーグの横浜ブレイブサンダース、こちらは NHK サンデースポーツで業績好調と報道されていました。 J2 の SC 相模原、こちらは21年4月に経営参画しています。そして横浜スタジアムです。ベイスターズの赤字ということで、子会社の横浜スタジアムが大幅な赤字を計上していると考えられます。横浜スタジアムは16年から総事業費85億円をかけ増築改修工事がスタート。19年にライトウィング席、20年にはレフトウィング席、バックネット裏には個室観覧席、屋上テラスを設けるなど5086人の観戦スペースを増設。収容人数は 34,046 人になりました。他球団に比べ固定負債が多いのはこの改修工事のローン支払いが影響していると考えられます。親会社の DeNA はライブストリーミングポコチャの好調などで 199.1 億円の黒字でした。ヤクルト、他球団はだいたい100億円ほどの資産規模であるのに対して、ヤクルトは30億円ほど規模が小さい、スリムな球団経営を図っています。当期純利益は19年1億円の黒字から20年は 1.5 億円の赤字に転落。利益剰余金は19年 1.7 億円から20年 0.2 億円まで減らしています。親会社の決算短信によると、球団事業が含まれるその他事業部門の売上は前期比 22.7% 減の177億円で、利益は 1.4 億円でした。他球団に比べコロナによるダメージが少なく、昨オフの契約更改では複数の主力選手と大型複数年契約を結ぶ断頭となったのは記憶に新しいところです。親会社は 392.9 億円の黒字、親会社の強力なバックアップがあったのかもしれませんが、詳しくは分かりません。続いてパリーグいきます。ソフトバンク、ホークスの PL によると20年の営業利益は 39.4 億円の黒字でしたが、コロナによる特別損失99億円を計上したことで75億円の大幅赤字となりました。12球団一の総年俸 65.2 億円が負担となり、他球団に比べ倍近い赤字に。そのため利益剰余金も19年 88.1 億円あったのが20年には 1.2 億円となっており、81億円もマイナスとなりました。他球団と比べ固定負債の比率が圧倒的に大きいです。その理由は2012年年間50億円の賃貸費用が負担となっていた福岡ドームを親会社であるソフトバンクホールディングスがホークスの代わりに860億円で取得。この固定負債は親会社に対する肩代わりしてもらった取得費用の返済です。ソフトバンクは福岡ドームを買収して以降収益が安定、18年 12.8 億円、19年 7.7 億円と毎年高い利益を生み出しており、利益剰余金もたまっていましたが、今回のコロナで一気に吐き出すことになりました。しかし親会社のソフトバンクホールディングスは世界中のベンチャー企業への投資によって20年3兆円もの利益を叩き出しており、ホークスがやばくなっても親会社からの強力なバックアップがあります。ロッテ、2014年山室真也氏が社長に就任して以降年々収支は改善していき、18年には球団史上初の黒字転換、19年度は7億円もの利益を上げており、利益剰余金は 11.7 億円まで積み上がっていました。しかし20年度はコロナの影響で 5.4 億円の赤字を計上、利益剰余金も赤字分を引いた 6.3 億円まで減らしてしまいました。親会社ロッテホールディングスはコロナ禍での韓国事業不振などにより21年3月期決算で1000億円超の赤字に転落しています。西武、19年の利益は 8.5 億円とパリーグで最も高い数値となり、利益剰余金も48億円貯まっていましたが、20年度は 24.7 億円の赤字、利益剰余金は 23.5 億円まで減少しました。親会社西武ホールディングスの決算実績によると、ライオンズの営業収益は20年104億円と19年の167億円に比べ63億円の減少となっています。なお今期3月に完了したメットライフドーム改修工事費用180億円は親会社が負担しています。
その親会社西武ホールディングスは20年コロナにより鉄道ホテル利用が落ち込み、過去最大の723億円の赤字となっています。楽天、19年は 0.7 億円の赤字でしたが、20年は逆に2000万円の黒字転換となりました。利益剰余金も前期からプラス5000万となっています。しかし昨年11月、楽天球団立花社長が河北新報社の取材で、昨年は約145億円の売り上げがあったが、今年は約80億円まで減少した、ここ数年ほぼ均衡していたものの今年は数十億円の赤字となりそうだと語っていました。楽天球団の BS が黒字転換した理由は何でと、親会社楽天グループの通期決算を確認したのですが、19年度から楽天球団を含むコミュニケーションスポーツ事業はその他に変更され、収支の増減がわからなくなったみたいです。東洋経済によると、通年スポンサー収入による親会社からのバックアップは5億円みたいなのですが、20年度はそれより格段に多いだろうと考えられます。今年1月、田中将大投手を9億円で獲得した時には、立花社長と石井 GM が三木谷オーナーに相談に上がり、絶対取れと言われ、球団の予算とは別枠で三木谷マネーが投入されたみたいです。親会社の楽天グループはマイナス1141億円の赤字でしたが、これはモバイル事業の値下げによる契約数増加促進や携帯基地局の設置などに投資したためです。日本ハム、19年度は 4.7 億円の黒字だったのが、20年度はマイナス 0.3 億円の赤字。利益剰余金は19年度 89.9 億円から 89.4 億円と微減でした。しかし日本ハム親会社の決算短信で球団事業が含まれている消去調整タを見てみると、65億円の赤字となっています。また固定資産の比率がソフトバンク並みです。ただ以前は流動資産の比率が圧倒的に多く、18年は流動資産が約91億円、固定資産24億円でした。しかし19年は一転、流動資産約19億円、固定資産は102億円となっています。この理由は23年に開業予定の新球場エスコンフィールド北海道の土地を購入したためです。これまで球団が積み重ねていた流動資産はほぼ新球場に変わったため、コロナでの損失を補填するお金がなく、親会社から多くの資金流入を受けたと考えられます。親会社は326円の黒字となっていました。その他、巨人と中日、オリックスの親会社の決算を見るとこちらになりました。オリックスはソフトバンクに次ぐ2番目に巨大な親会社を持ち、コロナ禍でも利益を確保しています。一方、読売新聞グループ、中日新聞は売上高、利益ともに前年比マイナスとなっています。まとめ、ほぼ全ての球団が赤字となり、これまでコツコツ貯めてきた利益剰余金を大きく減らしています。1年前の NHK の番組で池田元 DeNA 球団社長は、今後このままの状態が続いた場合の球団収支についてこう語っています。厳しい数字ですよね。ただこの4半世紀6年間ぐらい、プロ野球ってすごく人気で、球団は潤っていた部分がありますので、多分1年は大丈夫、2年は多分大丈夫、3年は厳しい。早くに新たな収益源を作っていくということにチャレンジしないといけないです。新たな収益源、プロ野球のビジネスモデルを試合日、非試合日、球場内、球場外の4小限に分けると、これまではチケット収入や試合の放映権料など右斜め上の試合日に依存していましたが、コロナによって試合自体がなくなった時、一気に経営が厳しさを増すことが浮き彫りとなりました。アフターコロナの新しいビジネスモデルとして、今後は4小限のうち非試合日、球場外で新たに収益源を作っていくことが重要となります。例えば昨今、各球団が力を入れている動画コンテンツのさらなるバージョンアップや、球場の観戦体験を超えたバーチャルスタジアムでの観戦、兵器チームファンが集うプラットフォームなどが挙げられます。どれも抽象的ですが、かつて通信手段がガラケーからスマートフォンに取って代わり、私たちの生活が激変したように、今から数年後、今では考えられない全く新しい野球観戦を体感しているかもしれません、ね、というわけで今回の動画は以上となります。これからもこのような動画を上げていきますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。新たにサブチャンネル、ツイッターも開設しましたので、概要欄からフォローお待ちしております。ありがとうございました。